今節は原則として2023年後期と今期の適用勝率を比べまして勝率が上がった選手によるバトルとなっていました。ボートレース三国、絶好調者三国ダービー、シリーズ最終日の競争も残すは頂上決戦です。優勝戦第12レースです。なおこのレースも引き続き安定板を使用してレースが行われます。対戦メンバーは1号艇森田俊介、2号艇飯山康史、3号艇武田光文、4号艇中辻博則、5号艇三住哲夫、6号艇室田康文、以上のメンバーです。インコースに構えていきますのは1号艇森田俊介、近況絶好調、3節連続優勝に王手がかかっています。2コース2号艇の飯山康史、今節オール3連隊の成績、前節に続いての連続優勝です。3号艇武田光文、先月3センチの悔しさをここは晴らす戦いです。3コース4コース角には4号艇中辻博則、初戦以外は2連隊の成績、早いスタートから攻めのレースに注目です。5号艇三住哲夫、前回当地3センチは優勝を決めています。当地連続 V かかる一戦、ここは5コース。6コース6号艇室田康文は A 級復帰も見えている近況、この地元でさらに弾みをつけたいところです。枠なり3対3、進入インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇中辻、1号艇森田もスタートを決めています。まずは逃げ体勢を作る1号艇の森田、まくりに行った3号艇武田、刺すのは2号艇の飯山、4号艇中辻ですが振り切りました。1号艇森田俊介先頭です。外3号艇武田、内からは2号艇飯山と4号艇中辻、後方6号艇室田内、離れた外には5号艇三住。スタートは正常でした。一周にマーク1号艇森田俊介、内から4号艇中辻、2番手先前3号艇武田は外行った、内から切り込む2号艇の飯山です。2番手争いは2号艇の飯山、外4号艇中辻、その外からは3号艇武田、3艇が圏内、あとは6号艇室田、5号艇三住が内から続きます。先頭はもう独走です。1号艇森田俊介、2番手2号艇の飯山に内から迫る3号艇武田、外は4号艇中辻、バックスレッジ入って2番手争い、2号艇の飯山抜け出しまして4号艇中辻3番手、1番2番4番一定審判差、3号艇武田4番手追走、あとは6号艇室田、5号艇三住最高峰です。1号艇森田が先頭、2番手は2号艇の飯山、3番手4号艇の中辻に切り込む3号艇武田でホームスレッジへ戻りますが、4号艇中辻リードは2停身から3停身、上位体型は1番2番4番、3号艇武田4番手、あとは離れて6号艇室田、5号艇三住最高峰で最終周回です。先頭1号艇の森田俊介、2号艇飯山2番手、迫った4号艇中辻ですが3番手、上位体型は1番2番4番でバックストレッチの中間地点から最終ターンマークに向かいます。近況まさに絶好調です。これで3節連続優勝、今年5度目、通算では123度目の優勝に向かいます。1号艇の森田俊介、2番手2号艇飯山康史、そして3番手は4号艇中辻博則が守りきりまして優勝戦第12レースゴールです。先頭1番森田俊介優勝の5輪、2番手2番飯山5輪、3番手4番中辻5輪、3番武田、6番室田、ラストは5番三住が5輪です。